室町時代の関東のカオスな状況について説明します。鎌倉時代との違い。鎌倉時代は幕府が鎌倉にあったんで、まあ、関東はねがっちり抑えていたんですよ。ところが室町時代はですね、幕府が京都に行っちゃったんですね。いわゆる室町幕府ですので、関東の武士団への抑えが効かなくなってしまったわけですよ。そこで室町幕府はですね、この関東を監視するために鎌倉府という役所を置きまして、でそのトップにですね、同じ足利一族を送り込んできて、これをですね鎌倉公方とか関東公方と言います。公方っていうのは、まあ、将軍という意味ですから、京都の将軍、室町将軍に対して鎌倉の将軍という意味なんですね。で、同じ足利ファミリーですから、何が起こったかというと、この鎌倉公方がですね、俺だって足利だとね。で、しかも鎌倉を治めてると。ということは、俺と京都の公方、京都の室町将軍家はですね、対等だと言い出すんですよ。簡単に言うと。それでですね、この全くコントロールが効かなくなっていく鎌倉公方に対して、京都の室町幕府がですね、お目付け役として送り込んでくるのが関東管領と言います。で、この関東管領っていうのは要するに何をするかわからないこの鎌倉公方をですね、監視する役割なんですね。で、この関東管領を代々やったのが上杉家と言います。はい。そうそうね、鎌倉公方からすると、この関東管領はですね、目障り、うざいということで、結局ね、鎌倉公方と関東管領のバトルが始まるんですよ。で、結局、鎌倉公方はですね、鎌倉から追われまして、で、今の茨城県のですね、古河っていうところに移ってしまったので、こっからあとね、はい、古河公方、と言います。だからこの古河公方っていうのは基本的に反室町幕府で全くコントロール効かないんですよ。はい。で、次に起こったのがですね、この関東の実権握ったですね、上杉家。はい。これがですね、内紛が起こるんですよ。で、鎌倉にですね、大木越っていうところとですね、それから山内っていうところがあって、で、それぞれ、大木越上杉と山内上杉のバトルが始まりまして。だから、三つどもえになるんですね、三つどもえ。はい。それで、頭を抱えた幕府がですね、再び新しい鎌倉公方を送り込んでくると言うんですけども、これ送り込んだのがね、六代将軍の義則という人です。はい。で、義則はですね、自分の息子の一人をですね、お前が鎌倉に行けって言ってね、送り込んでいくんですよ。はい。これが、足利正朝って人。ところが、関東のですね、古河公方はもちろんですけども、二つの上杉家もですね、この新しい公方が来ることは迷惑なんですよ。で、結局ね、正朝さんはですね、鎌倉に入れずに、伊豆に留まってしまったんです。で、伊豆のですね、堀越ってところに留まったんで、これを堀越公方、もしくは堀越公方と言います。だからもう本当にこの人は力がなかったっていうことがわかります。なお、この堀越公方正朝さんの兄弟にあたる人が、銀閣を作ったですね、足利義政になります。さて、このですね、堀越公方の正朝さんに息子さんがいたんですね。茶々丸。と言います。で、この茶々丸がですね、まあ、手のつけられない乱暴者であったので、お父さんはですね、お前には後は継がせないということで、別の奥さんとの間に生まれた男子、これをですね、後継ぎにしようとするんですよ。で、お父さん死んじゃった後で、この長男の茶々丸がですね、俺が惚れが行く場だってね、それで、腹違いの弟を殺害。で、このママ母も殺害するというですね、狂気の沙汰に出ましてですね。それで、もう周り中全部敵になっちゃってですね。で、孤立したところに、これが攻めてくると。ね。
伊勢宗瑞、後の北条早雲ですね。はい。そしてこの北条早雲、伊勢宗瑞が茶々丸との決戦に挑んだ場所がですね、深根城、伊豆の深根城というところであります。ちょっと、こちら。はい。はい。はい。なんか山の中に急に石垣が出てきましたが、先生、ここはどこでしょう？ここはですね、伊豆の山の、まあ、下田市のちょっとほぼ外れにあるんですけど、はい、深根城というね、はい、山なんです。あの、深い根っこ。深い根っこの深根城というお城の跡なんですね。はい、で、これ面白いことにですね、私山城をいろいろ登ってますけど、うん、あの山城をその個人のお宅としてね、使ってるんですよ。ですから本当だったら、このあもう民家として今お住まいなんですよ。山城に山城と言いますから、だから私、まあ、日本広いので、あるのかもしれないですけど、山城が個人の、所有となって、今、まあ、その辺見ていただければ、おそらくこちらの方の、果樹園とかね、だと思うんですけど、で深根城という、これはですね、はい、何度本を読み返しても忘れてしまうという、堀越久保。堀越久保。堀越久保の最後の茶々丸がですね、はい、北条早雲に抵抗しましてね、はい、で北条早雲に追われて、こちらに逃げてくるわけですよね。はい、でここのお殿様、関内さん、関内森、関戸ですね。はい、関戸、吉信さんのところに、茶々丸が逃げ込みましてね、はい、本当だったら、早雲の軍に、降伏すればよかったんですけど、降伏しなかったんですね。で、茶々丸をかばいきって、もう全員殺されるという、悲劇の戦いがあったところです。はい。この茶々丸って名前がすごく印象的で、すぐに覚えられるんですけども、なんでこういう茶々丸になっちゃったかっていうと、普通は元服するとちゃんとね、名前を名乗るんですけども、なるほど、この茶々丸くんはですね、まあ、大変やんちゃな方で、お父さんと、まあ、大喧嘩しちゃってですね。それで、家督相続認められなかったようですね。ああ、なるほどね。うん、で、腹違いの弟かなんかが後を継ぐことになっちゃって、で、まあ、ぐれちゃったということで、結局その、腹違いの弟と、その、ママ母を殺害して、っていう人ですよね。ああ、なるほど、うんうんうん。で、それにもかかわらずね、なんでここの、関戸さんとかな、その、この上司なんですけど、かばいきって、全滅というのはね、私、未だにわからないんです。やっぱりな、個人的な考えというよりも、何ですかね、足利に対する何らかの、恩義みたいなやつが、どっかであったんですかね。か、あるいはその、巷に伝わってる茶々丸のイメージが全く嘘で、本当はすぐいいやつかもしれないですね。ああ、なるほどね。茶々丸の墓がですね、こちら、先生、映してもらいます。はい、この尾根が続いてるんですけど、この向こう側。はい、この山の向こう側。はい、300メートルぐらいのところにあるんですけど、これ尾根越えて行かないといけないので、ここからは行けない。ちょっと、時間的に余裕がなくて、はいはい、これ、イノシシの巣になってますから、恐れるのも嫌なんです。うんうん、まあ、この戦いが終わってから、伊豆半島は北条早雲傘下に入ったと。そうですね。だから、いわゆる御北条の時代になりますよね。はい。ですから、1590年のね、小田原攻めの時も、まず伊豆を落とすという戦いが最初にあって、で、今日、これから山中城、明日に山中城行きますけど、その山中城も御北条の最初の、投進する秀吉軍の最初の防衛ラインだったところなんですけど、ですから伊豆半島が御北条の配下
に入るか、はい、入った、これが最後の戦いになります。うん、ということで、うん、それなりの価値があるということですね。うんうん、で、まあ、写真家の方はね、うん、あの、ここに、しだれ桜が、はい、こちら、見えますか、はい、このしだれ桜が有名で、うん、深根城のしだれ桜と検索していただければね、うん、たくさん出てくると思います。ただこれ民家のね、個人の方の所有なので、うん、行為でね、うん、あのお茶なんか出してくれるみたいですけど、うん、ここに来るまでの道が、うん、ね、大変でしたもんね。非常に細い山道なので。ちょっと命の危険を感じます。命の危険を感じますので、はい、まだ、できたらハイキングのつもりでね、そうですね、ここまで来て、はい、車は使わないで来られるのがいいと思います。はい。はい、ではありがとうございます。はい。伊勢シンクロ北条早雲が伊豆堀越公方を攻めた際、追われた、つまり敗れた足利茶々丸を助けた関戸播磨守がここ深根城に立てこもって抗戦したが、明応7年に落城を、城内老若男女ことごとく首を切られたという、すごいね。城の西方300メートルの牧学墓には御所の墓と呼ばれる茶々丸夫妻の墓と伝えられる宝鏡院と五輪の塔がある深根城址でございます。